思うようにいかず、思いがけないことが起き、それをうまく受け止められない時があります。ストレスがたまり、たまりたまって押しつぶされそうになった時、夢を見ました。大きな滝の夢。というわけで、これから和歌山県の那智の滝を見に行きます。那智の滝って車でしか行けないと思い込んでいたんですが、調べたら最寄りの駅からバスで行けることが分かったので、それなら話は早いぞってことで切符を買いました。ストレスがいっぱい溜まっているので、ストレス解消のため、今回は乗りたい列車に乗って滝まで行きます。自分を甘やかしていきますよ。楽しみすぎて早く着きすぎまして、新幹線乗り場にまだ入れません。まだ5時台なのに結構すでに人がいます。改札が開くと行列ができました。時間が来たので入ったんですが、お土産屋さんはまだオープンしていません。セブンイレブンは開いてました。開いててよかった。お茶を買いました。待合所には一人個室が設置されています。使ったことないけど、 JR 西日本公式キャラクター、西日本は500系好きなんですねそろそろ乗る列車が来る時間です。ホームに降りたと同時くらいに乗る列車が入ってきました。それでは乗りましょう。のぞみのグリーンは初めて乗るので楽しみです。おー、エレガントな色合いですね。目のレバーなんですね。ここにサブのテーブルが入ってました。読書灯がついていました。つけるボタンはここにあります。下のボタンはシートヒーター。使ってみたのですが、効果はちょっと分かりませんでした。後で知ったんですが、このヒーターは5分で自動的に切れる仕組みになっているそうで、5分おきに押していたらもっと温かみを感じられたのかも。それでは出発です。
えるかな。見えた、姫路城。一瞬だけですけど、姫路に到着です。朝早かったのもありますが、人は少なくて車内は静かでした。グリーン乗ってみて、正直なところそれほど新幹線って普通席でも乗り心地いいですからね。乗ってみて絶対次も乗りたいというふうには思わなかったんですが、静かに心を穏やかに過ごしたいとき、今みたいにストレスが溜まっているときはグリーンいいかもしれないですね。車内販売も優先で来てくれるし、コーヒー頼んでみたかったけど、新大阪下車だと飲み終わらないうちに着いちゃうのでやめました。岡山から新大阪までの所要時間は1時間足らず、新幹線って早いですね。新神戸駅、新神戸って出たらすぐにトンネルなんですね。グリーンってトイレや手洗い場もグリーンの人だけ専用スペースとなっています。でもそんなすごい豪華という感じではないですね。混雑してる時でも快適に使えるよってことなのかな。ここからは在来線特急黒潮に乗り換えて、那智の滝の最寄り駅、紀伊勝浦駅を目指します。グリーンに乗りたかったけど、残念ながらお席はいっぱいでした。指定席に乗ります。今回の乗る列車もう来てる。で、パンダ、パンダですね。運転席ってパンダの頭の上にあるんですね。面白い。
前に乗った黒潮は一部の車両だけがパンダでしたが、これはなんと全車両パンダでした。もちろん私が乗る車両もパンダです。やったー、パンダ黒潮乗ってみたいと思ってたんですが、私鉄道に詳しくないのでどの黒潮がパンダになるかわからなくて、乗れることになってとっても嬉しいです。かわいい、かわいいですね。かわいいですね。あ、でも車内アナウンスは普通なんですね。パンダは出てこないんですね。アンパンマン列車みたいに黒潮パンダキャラみたいなのがアナウンスしてくれたら、家族連れの方も多いし盛り上がりそうですよね。わかんないけど。黒潮に乗ったら見てみたかった場所がいくつかあるのですが、そのうちの一つが大阪駅に新しくオープンする予定の梅北エリア地下ホームです。地下ホームのオープンは2023年3月18日予定なので、今はまだ入ることはできませんが、特急と貨物は2月からすでに地下ホームの横を通るコースを走っているので、車窓からちらっとですが見ることができるので、またかな、ワクワクしますね。向こうにもホームありますね。調べたらホーム2面4線なんですね。外側の線路を特急と貨物が通って、真ん中の2線は大阪東線が通るようになっているそうです。この黒く見えているのはホームドアです。ここのは前面がガラス張りで、ドア部分だけが開く形のフルスクリーンのホームドアです。いろんな列車のドア位置に対応できるように、日本家屋の襖のような動作をするらしいです。こういう方式のホームドアは世界で初めてで、世界初なのだそうです。動いてるところを実際に見てみたいですね。この駅は新しい試みが他にもいくつかあって、顔認証の改札機が置かれたり、特定のアプリを使って切符を買うと、そのお客さんに合った案内が出されるとか、これが本当に全部安定して稼働するとしたら、未来の駅が来たぞっていう感じになりますよね。オープンしたらどんな感じなのか、私もホーム見に行ってみたいです。大阪駅で駅弁を買ってました。私もアドベンチャーランドにパンダを見に行く人になってますね。駅弁って高いですよね。ほとんどが1000円以上しました。だけどこれ600円ぐらいでした。ちょっとだけ食べたかったので、量がちょうどよくて可愛いし、これにしたんです。まだそんなにお腹減ってないので後で食べます。時間は存分にありますからね。新大阪から紀伊勝浦駅まで4時間5分。那智の滝って遠いんですね。あべのハルカスが見えました。寺駅です。フットレストはないけど足が伸ばせるので快適です。4時間乗りましたけど、体が痛くなるとかそういうこともなく、乗り心地良かったです。
岡山方面に行く阪和線と関空線の分岐駅です。なんであんなところにペットボトル落ちてるんでしょうか。誰か落としたのかな。列車の走行には影響ないんでしょうか。ちょっと心配になりました。和歌山駅、これから先は鉄道で行くのは初めてです。楽しみ。ですよ。懐かしのドムシェイクを出すお店があるんです。ドムドムって街からも消えてるんでピンとこないかもしれないけど、今のドムドムにはシェイクって標準メニューにないんです。昔はあったんですけどね。なんでもシェイクを作る機械マシンがもうないとかで、海南店も機械がなんとか生き延びているから続けているらしいです。多分今もうドムシェイクを出してるのは海南だけだったと思うので貴重なお店ですよ。駅名に海の文字が出てきて、車窓も綺麗な海が見え始めました。この路線って海沿いを走るコースなのでずっと海が見られると思っていたんですが、そうではありませんでした。時々チラッチラッと見える頻度でした。まあ考えたらわかりますね。そんなずっと海に面していたら線路も錆びるし水害も危険だし、そりゃそんなことはないですよね。ごぼう駅と読むんですね。この辺りにみんながごぼうさんと呼ぶお寺があって、それが名前の由来だそうで、野菜のごぼうとは関係ないそうで。そろそろお弁当を食べましょうか。耳は黒豆なんですね。可愛いですね。あ、落としちゃった。和歌山までは黒潮ってあんまり揺れない列車なんだなって思ってたけど、和歌山を出てからアグレッシブな運転になっちゃって、まあ何分ほど揺れないですけどね。
お弁当、そこ、ここまでなんだ。あ、わかった。ひょっとしてこのお弁当って、お子様ランチ的な、お子様用なんでしょうね、きっと。まあ、ちょっとだけ食べたいっていう私のニーズにぴったりのお弁当だったからいいです。普段は朝はあんまり食べないんですけど、この後、熊野古道に行くので、ちょっとだけお腹に入れておきたかったんです。運動不足の私が果たして、熊野古道を無事通り抜けられることができるのか、とっても不安です。紀伊田辺駅。梅が咲いてますね。そういえば五号と紀伊田辺駅の間にあるみなべというところは梅の名所で、みなべ梅林があります。ここも車でないといけない場所だと思っていたんですが、調べたら梅が見頃な時期はみなべ駅から臨時バスが出てるんだって。特急もみなべ駅に止まる列車があるらしいので、鉄道でも見に行きやすいことを調べて知りました。一度行ってみたいと思っていた場所なので、今回行ってみようかと思ったんですが、バスは2月までで梅も終わりかけという情報を見たので見送りました。この辺の梅干し、紀州の梅干しって美味しいですよね。以前白浜のアドベンチャーワールドに行った時、たまたま売られていた紀州の梅干しがめっちゃ美味しくって、それまで梅干しっていうのはただ酸っぱいだけのものという認識だったんですけど、それはそんなに酸っぱくなくて、しかも旨味があってすごい美味しかったんです。それでそこで売られていたお弁当サイズくらいの木箱に梅干しがぎっしり入ったものを家族のお土産用に買ったんですが、我慢できなくって帰りの車の中でずっと食べてました。そんな思い出があったので、紀州の梅ってどんな感じなのか見てみたかったんです。あー、でも花が咲く頃だと梅干しはないですね。梅干しって5月くらいだっけ。梅干しの頃に行った方がいいですね。白浜駅、アドベンチャーワールドの最寄り駅です。駅にもパンダのイラストがついていたりして、可愛らしい駅となっていますね。私が行った時は昔すぎて記憶がなくて、シャチと梅干しのイメージしか残ってないんですが、今はパンダの方が存在感ありますね。そうですよね。宇治橋って漢字で見ると綺麗な名前なのに、ひらがなで見たらってなりますよね。すさみの由来は調べたけどよくわからなかったのですが、あれすさむ、海から来てるっていう説がありました。すさんでいるのは町ではなく海の方です。荒れる時はすごいんでしょうかね。今は穏やかで良かったです。Thank you.
ないとはいえど、時々見える海はとても綺麗です。串本駅、本州最南端潮岬の最寄り駅です。とは言っても駅から岬まで5キロくらいあるので、徒歩ではちょっと、岬まではバスが出ているようです。岩が連なったように見えてる、あれは橋食い岩です。綺麗に並んでいるのが橋の杭に似ていることからその名前がついたそうです。行き潮の時はあの岩の間を歩けるらしい。観光地で近くに道の駅もあります。次は小田駅。あれ、なんか変わった列車が。銀河初めて見ました。今は和歌山コースを走っていたんですね。ちょっと大人の事情でぼやかしますけど、銀河のお客さんはお子さん連れのご家族が多い印象でした。意外ですね。もっと年配のご夫婦が記念日に乗るみたいな列車だと思ってました。まあ少年は鉄道大好きな子多いですからね。乗りたいって親に言うんでしょうね。みんな楽しそうにしてて、見ててちょっと心が和みました。次はいよいよ降りる駅、紀伊勝浦駅です。ホームが見えてきました。降りる準備しましょう。パンダともお別れです。着きました。紀伊勝浦駅です。黒潮、お見送りしたかったけど
次に乗るバスが10分後に出発なので先を急ぎます。